防具。防具、防具とは、コンデナストパブリケーションズが発行する、ファッションライフスタイル雑誌である。主に女性向けとされ、ファッション、ライフスタイル、デザインなどのテーマに関する記事を掲載している。アメリカを本国とし、世界18カ国とラテンアメリカで出版されている。日本では、防具ジャパン、防具ジャパンと称し、毎月28日に発売される。 スタイルドットコムというウェブサイトも運営している。ハイファッションの最先端を行く雑誌の一つとして知られ、掲載商品の貸し出し元にも、欧州の名門ファッションブランドが軒並み、名を連ねる。この雑誌に取り上げられたモデルは、全世界的な知名度を獲得することになるため、ファッションモデルが有名になるための登竜門としての、役目も果たし、スージーパーカー、ツイッキー、ジーン・シュリンプトン、 ローレン・ハットン、ベルルシュカ・ボン・レンドルフ、マリーサ・ベレンソン、ペネロープ・トゥリーなどの有名なモデルを輩出している。ただし、少なくとも、日本版では、クレジットに、モデルの名前が出されることは、あまり多くはない。増刊号として、男性向けのボーグム、ボーグ・オムや、ジュエリーブック・ボーグ・ジョイ・エロ、ボーグ・ジョイ・エロ、ティーンズ氏であるボーグ・ガール、ボーグ・ガールなども発売されている。 1999年7月に日経コンデナスト、現在のコンデナストジャパンから、防具日本、防具日本として創刊。キャッチは、新しい歴史がここから始まる。発行人は、ジェームズ・ウールハウス。編集人は、東郷・博美。創刊号の特集は、防具107年の華麗なる伝説、未来世紀日本。関東エッセイは、吉本バナナ。 2011年5月号より、現在の使命、防具ジャパンに変更した。2013年1月1日の日本法人の事業統合により、同年3月号以降は、合同会社コンデナストジャパン発行、発売。日本版の編集長は、渡辺光子、ファッションディレクターは、アンナデルルッソである。2014年より、防具ガールの編集長は、 宮坂敏子に交代した。創刊10周年を迎えた2009年と15周年を迎えた2014年には記念像刊号が発売された。いずれも通常発売号よりも大きい B4 サイズの半径を用いている。記事のうち、紙面の角に防具プロモーションと表記された特集は特定スポンサーとのタイアップ、記事広告で、 一号につき三から六箇所程度ある。日本ではほぼ半年おきに別冊付録、増刊号が循環しており、通常発売月を6で割った余りによって以下のサイクルで展開される。このほか、不定期にデジタルライフなどを取り扱った別冊付録、その他増刊号が展開されている。ファッションズナイトアウト開催日の直前の発売。 主に8月発売10月号とな場合には、そのガイドブックが付属する。アナウィンターは、ファッション誌業界で定評のある、優れたセンスと評判を守るため、より多くの人々に向けた、新しくより親しみやすい、ファッションの形を雑誌に掲載するようした。アナウィンターが、初めて編集長を務めた、号の表紙には、クリスチャン・ラクロアのジャケットと、 ジーンズに高価な宝石を身につけたイスラエルのスーパーモデルミカエラ・ベルクの膝から上が起用された。女性の顔のみを写していたそれ以前の写真とは一線を隠したもので、これをタイムは彼女の洋服と体の重要性。このイメージもジーンズとオートクチュールを合わせる新しいシックの形で販売促進した。ウィンターのデビューカバーは 今日までの現代ファッションに知られるクラスとその他を若い仲介したと評した。ウィンターの下では新しく若い才能は歓迎された。ウィンターのファッションショーへの出席はしばしば産業の中のデザイナーのプロフィールの指標と取られる。2003年に彼女は毎年資金とガイダンスを少なくとも二人の新進デザイナーに提供する基金を生み出すアメリカファッション協議会に加わった。 これは、新進デザイナーの間で忠誠を構築し、雑誌が優位な位置に居続けるのを助けると、タイムは評した、アメリカのファッションに対するかなりの影響。彼女が登場するまで、ランウェイショーは始まらない。彼女が彼らに油を塗るので彼らは成功する。流行は、彼女の命令で引き起こされるか、無力になる。 トレードマークのボブヘアと屋内でもサングラスをかけていることでも有名である。ウィンターの昔のアシスタントローレン・ワイズバーガーは、プラが起きた悪魔というタイトルの実話モデル小説を書いた。小説は2003年のベストセラーとなり、2006年に映画化された。小説の主人公は、ワイズバーガーに似ていて、彼女のボスは強力な編集長である。 小説は支配される雑誌を描写しており、これは、ハンキリストと彼女のファッションモデルのグループは、タバコ、ドクターペッパーとミックス野菜サラダで生活している、という、ニュークタイムズの批評に一致する。ワイズバーガーは、小説の中で雑誌を支配するエディタは実在すると、述べた、派手な服を大量に持ち、口先だけの浅はかな苦々しい女性は、そう多くはいない。 しかし、小説と映画の両方の成功は、ファッション誌に新しい注目を集めるきっかけとなった。2007年、防具はタバコ広告を掲載していたために、喫煙抑止、キャンペーングループ、タバコ、フリーキッズキャンペーンから批判された。グループは8000人のボランティアが、広告に関して、電子メール、またはファクシミリで、抗議文を送ったと主張した。グループはウィンターへ、 立ち止まってもらえますかあなたは木を枯れしている。というメッセージを走り書きで載せたと述べた。これに対し、コンデナストの報道官は公式に、防具はタバコ広告を載せる。我々はそれ以上のさらなるコメントをしないと返答した。2008年4月に、アメリカ版、防具は、有名カメラマンのアニーリーポビッツが撮影を行った。表紙を飾ったのはによる、スーパーモデル。 ジゼル・ブンチェンとバスケットボール選手のレブロン・ジェームズ。アメリカ版の表紙を男性が飾るのは、ジョージ・クルーニー、リチャード・ギアに次いで三人目であり、黒人男性では初である。この表紙はジェームズが、より小さなジゼルのそばにいるというもので、映画、キング・コングを思わせたもので、二人のポーズは、同映画に出演したフェイ,イエの追悼の意を込めている。しかし、多くの批評家からこの表紙は、 偏見があると認められた。今日、防具は以下に示す世界18カ国1地域で発行されている。防具は2006年12月3日付のニューヨークタイムズ誌において書籍批評家キャロラインウェーバーから世界で最も影響力のあるファッション雑誌とされ以下のように評されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。